はい、皆さんこんにちは、ペトでございます。チプロ級2003ですね。続きやっていきましょう。今日から市民球場カープとの3連戦ですね。イラブさんの先発、そしてスタメン、今日は広沢さんを通常の5番でか。はい、向こうはケンさんね。ケンさんは今回何歳や。カープ対タイガースの試合が現在1回戦を迎えておりまして、本日は3連戦の開幕初戦となります。さあ、広島市民球場から実況三宅がお伝えしてまいります。シュートボールとはっきり分かる球です。これはどうだ、懸命に下がって届きました。ホームラン、際どいボールをなんとか捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース追加点です。すでに2点差。さあ、このまま波に乗っていくことができるのか。どうだっけたボール。一二塁間抜けるか。シングルヒット、ランナーは一塁。ファウルボール。打球はショートへ。2塁フォースアウト。643ダブルプレー。ゲッツシフトに引っかかったこの打席は初回タイガース塁には出したくないバッターです。稲葉さん、これは見ました。一気に勝負してくるか。打ち上げてしまいました。これはアウト。マウンド上イラブ、際どいところに入りました。打ち取ったか。そして一塁はには檜山。
くも追い詰めました。打球は三遊間へ。ノーアウトからランナーが出ました。打球は三遊間へ。セカンドを回ってどうか、ランナーセーフ。三塁までランナーが進んでいます。初球は外してきました。痛烈な当たり、おおすげえ。届きました、ホームラン。際どいボールをなんとか捉えて、真ん中に来たよ、際どいって言ってるけど。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきますタイガース。これは一方的な展開です。なんとか悪い流れを食い止めることができるか。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。打ち上げてしまいました。これはアウト。ピッチャーは川内。これは見ました。右中間の打球だがどうか。一塁回ってセカンドへ。スコアリングポジションにはランナーがいます。打球はセカンド、ランナー三塁を蹴った、悠々ホームイン。赤星、ここでタイムリーヒットを放ちました。先ほどの打席でホームランを放っています若武者。初球から足を絡めてきた、二塁へ、盗塁成功。どうか、伸びる伸びる、三塁でストップ。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ファウルボール。これは逆らわないバッティング、届きました、ホームラン。ハマちゃったん、ハマちゃんに出ましたね。際どいボールをなんとか捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきますタイガース。これは一方的な展開です。カープ、小刻みな継投を見せています。ランナーはありません。あー、先生 V スラや、トマキさんはね、タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。ここで一球外してきました。打球はセカンド、一塁へ、余裕を持ってアウト。多彩な変化球でどう攻めてくるか。ピッチャー返し、一塁はどうか、ランナーは一塁。あー、打ち上げた。長い攻撃が終了しました。2点差で迎えた。さあバッターボックスにはファースト、これは見ました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。
球三振です。荒いですね。この球には手を出しません。引っ掛けろ。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。これも三振です。この回の出塁はありません。7番か。これは平凡な当たり。一塁はオッケー。二回の裏の攻撃、先ほどの打席でホームランを放っています矢野。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。ここで一球外してきました。この段階で決めてくるか。慎重にボールを選んでいます。セカンドに行く。ランナーセーフ。得点圏までランナーが進んでいます。ランナー三塁へ向かう。ワンダウンです。三塁までランナーが進んでいます。初球は外してきました。ランナーホームに突っ込む。そして一塁はタイガース。さらに差を広げました。このチャンスにタイムリー。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。この打席でヒットを放っています若武者。変化球から入った。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。これ以上の追加点は防いでおきたいところです。29かこの頃。先ほどの打席でホームランを放っています浜中。左中間どうだ。狙い打ち成功。届きました。ホームラン浜中。際どい球をうまく上げてレッドスタンドへのアーチです。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これは一方的な展開です。ピッチャーは小林。打ち上げてしまいました。これは広沢さんがダメやね今日はね。ランナーはありません。これはファールボール。フルカウント。さあこの1球流し打ち。打ち上げたな。3回の表タイガース追加点を入れてさらに。さあバッターボックスには木村。
いいコースに決まりました。一気に勝負してくるか。三球三振です。際どいところに入りました。一塁へ、余裕を持ってアウト。この回の出塁はありません。これは見ました。早くも追い詰めました。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。右中間の打球だがどうか。これでスリーアウト。3回の裏の攻撃が、先ほどの打席は内野フライに倒れています。距離は十分でしたがファールボールです。ハッカーさんがな、まだホームランないのよね。打ち取った、かけた。これはアウト。先ほどの打席でヒットを放っています。矢野、左中間への打球だが、どういくんか。届きました。ホームラン。際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ、大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。ホームラン出るな。ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。いいコースに決まりました。一気に勝負してくるか。ここで一球外してきました。この球も見ました。フルカウント。埼玉はカットしていきたい。疲れた。一塁は余裕を持ってアウト。この打席でサイクルヒット達成なるか。バッター、これはどん詰まり。4回の表、タイガ、イラブ、この試合まだ点を許してはいません。この球には手を出しません。一気に勝負してくるか。三球三振です。先ほどの打席でヒットを放っています。尾形、うまく打ったよね。はい、拾うかな。これ一気に勝負してくるか。豪快に引っ張った。もっと塁を埋めていきたい。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。三球三振です。先ほどの打席は三振に倒れています。ファースト、際どいところに入りました。ボール球を振ってきた。一気に勝負してくるか。今一つ、そして一塁は、おエラーか。さあ、得点圏にランナーが出ました。ここは1点でも返しておきたい。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。一気に勝負してくるか。
この打席もバットは不発、2打席連続三振、イラブピッチを切り抜けています。4回の裏の攻撃、塁には出したくないバッターです。当たりは今一つ、仕上げたボールやったね、難なく掴んでいます。この打席でサイクルヒット達成なるか、際どい、どうだ、惜しいところ、ファウルボール。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。ピッチャー返し、ランナーは1塁、左中間への打球だがどうか、おっとランナー3塁を蹴った、1塁ランナー一気にホームイン、ここで対得点圏までランナーが進んでいます。ストレートから入った、ストレートを続けてきた、早くも追い詰めました。変化球本当に投げてこないよね。ライトはどうか、あ届く、あ惜しいわずかに切れました。これは平凡な当たり、ランナー3塁へ向かう、アウトを2つ取りました。三塁までランナーが進んでいます。打球はセカンド、一塁は引っ掛けた。5回の表タイガース、イラブこの試合まだ点を許してはいません。これは見ました、ボール球を振ってきた、早くも追い詰めました。三球三振です。先ほどの打席は三振に倒れています。木村、いいコースに決まりました。最後打ち上げさせる、一気に勝負してくるか。この打席もバットは不発、2打席連続三振。ここで代打を出してきました。バッターボックス浅井、ランナーはありません。これは見ました、打ち上げてしまいました。これでスリーアウト。5回の裏の攻撃、さあピッチャー誰か、ニューマンさんや先発のこの交代がゲームの流れをどう左右していくんでありましょうか。先ほどの打席は内野ゴロに倒れています。タイミングが合いません。やっと出た。絶好球をうまく捉えてバックスクリーン直撃のアーチを放ちました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。マウンド上ニューマン、ライト余裕を持って構えます。
今日はこれまでヒットはありません。イラブ流し打ち、ライト余裕を持って構えます。この打席でサイクルヒット達成なるか。スリーベースちょっと無理やからな。どうか、届いた。おお、素晴らしい6号。際どいボールをなんとか捉えてレフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ、大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。豪快に引っ張った。あ、惜しい。惜しいところ、ファウルボール。これは好プレイ。6回の表、タイガース、イラブ、この試合まだ点を許してはいません。これは見ました。得意コース投げると、あ、このボールやっぱ見逃された。まっすぐで押していますが、次はどのような配球を見せるか。打ち上げてしまいました。これはアウト。ランナーはありません。際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。この打席もバットは不発。2打席連続三振。際どいところに入りました。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。際どいところわずかに外れています。でもさ、体力なさすぎやな。トップで終わりやな。連続三振。でも10個目奪って終わった。6回の裏の攻撃が終了し、塁、はい、には出したくないバッターです。おっと、ワンバウンド。達成なるか。スタンドに入りました。ファウルボールです。打ち損じた。そして一塁はランナーはありません。内野ゴロに倒れています。タイミングが合いません。
に勝負してくるか。流し打ち、レフトバック、お、出た、届きましたホームラン、木山、際どい球をうまく当ててレフトスタンドへのアーチです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ファウルボール、タイミングが合いません。今のはね、一気に勝負してくるか。センターへ、よく追いついた。7回の表、はい、ピッチャー変えます。タイガース、勝利へ向けて盤石のリレーを見せています。さあ、バッターボックスには前田。いいコースに決まりました。振り遅れた、一塁はこれはアウト。マウンド上、ウィリアムズ。一気に勝負してくるか。三球三振です。先ほどの打席は三振に倒れています。新井、際どいところに入りました。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。連続三振。7回の裏の先ほどの打席は外野フライに倒れています。高めの足がね、どうしても苦手やから。ファウルボール、早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。打球はセカンド、余裕を持ってアウト。ファウルボールです。一塁はこれも抑えてツーダウンになりました。流し打ち、思い切ってセカンドを狙う、ランナーセーフ。得点圏までランナーが進んでいます。変化球から入った、打球はセカンドへ、これはアウト。8回の表の攻撃が、今日はこれまで2打席凡退です。シーツ、一気に勝負してくるか。この打席もバットは不発、2打席連続三振。
気に勝負してくるか。当たりは今一つ、簡単にツーラン。この場面で代打を出してきました。バッターボックス町田、この回の出塁はありません。出てないね、その頃はね。いいコースに決まりました。はい、カットボール、タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。ピッチャー返し、一塁へ、これはアウト。8回の裏の攻撃が終了。すごい池さんね。この交代がゲームの流れをどう左右していくんでありましょうか。先ほどの打席でホームランを放っています若武者。打球はファーストへ、セカンドに行く、ノーアウトからランナーが出ました。初球は外してきました。際どい、どうだ、あ、切れた。際どいところファウルです。丁寧に攻めていますが、次のボールはここで1球外してきました。打球はセカンド、ランナー3塁へ向かう、これは強肩、ギリギリいっぱいセーフ。浜中、ここでタイムリー。明暗がくっきりと分かれている両チーム。どうや、あはは、詰まってるわ。バッタ、これはどん詰まり、アウトを一つ取りました。さあさあ、今日は変化球から入った。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。打ち上げた、これはどん詰まり。さあ、ツーアウトになりました。さあ、ライダー、タイガース、ここで追加点を入れてダメを押すことができるか。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。ストレートから入った。タイガース追加点、勝負あったか。
先ほどの打席は内野ゴロに倒れています。打球はショートへ、二塁は9回の表はい、で、シリアね、違う違う、キャッチャーキャッチャーで、これね、あちゃんもうまいからな、外野ね。で、平下さんもちょっと出場しましょうか。あ、違う、いやいや、ああ、全部キャンセルした。で、まあ、ヒーアンでいいか。あと3人、抑えてしまいたい。勝負してくるか。三球三振です。今日はこれまでヒットはありません。東で際どいところに入りました。打ち上げてしまいました。簡単にツーラン。あと一人踏ん張れるか。いいコースに決まりました。あと一球、興奮冷めやらぬ広島市民球場からナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガースカープを下す結果となりました。さあ、生出た今日は 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10本ね、ホームラン。猫ちゃんが追いつかんね、全然ね、出遅れたから。さあ、打撃成績は広沢さんが正確すためやったんですけどね、今日はノーヒットですね。まあ、だからといって明日、まあ、調子次第やけどね。はい、イラブさんは6回被安打2のね、奪三振10、まあ、体力がないからどうしても5回6回になっちゃうんですけどね。素晴らしいピッチングでした。ウィリアムさん今日は完璧でしたね。はい、というわけで、あと2戦ね、市民球場ね、続きますんで、ちょっとホームラン量産といきたいですね。やっぱり有さんもね、1本出たんでね、この調子でいきたいですね。それではまた明日です。さよなら。